こんにちは、田辺です。今日もよろしくお願いします。今日はだいぶ冷えています。ここのところ最近暖かかったのですが、また急に冷え込んで、少しびっくりしております。だいたい毎年ですね、花見の時期というと、暖かいイメージではあるのですが、実際は、寒いということですね。で、もちろん、和歌山にも和歌山城周辺など花見スポットが多々あります。当然外国のお客様、外国人の方、インバウンド旅行者ですね、こういう方々も来られると思います。ぜひですね、積極的にお酒が入れば、多少話せなくてもなんとかなるというのもありますので、ぜひ交流を深めて、もっともっと和歌山を好きになっていただけたらと思います。以上です。よろしくお願いします。